皆さんこんにちは。出直し看護塾の青柳です。今回はですね、疾患の類推という話をしていきたいと思います。洞察力で見抜く急変予兆をお持ちの方は12ページを開いてみてください。今回の内容と目的です。内容は、疾患の類推、症状のある患者さんがいた場合に、どういう病気なのかなということを考えてみるということですね。これは今までもですね、何度かお伝えしてきましたけれども、医師は症状だけ伝えられても困るわけですね。患者さんがお腹が痛いと言ってますよというふうに言われてもですね、医師はですね、いろんな病気が考えられますから、ちょっとそう言われても困るよという話になるわけです。ですので、現場でこの患者さんってこういう病気なんじゃんというふうに考えて、それで伝えるということが、上手な報告のコツになってくると。で、そのためには、疾患の類推という考え方が重要ですよと。結果的にはアセスメントスキルを向上させるということにつながってくるかと思います。何度もお伝えしていますけれども、腹痛があるかどうかということではなくて、医師が知りたいのはなぜお腹が痛いのかということを知りたがっているということなんですね。で、実際にですね、患者さんが何らかの症状が あったとしますよね。当然症状なんてたくさんあるわけですよ。意識状態が何かおかしいぞっていうこともありますし、突然失神を起こしているとかですね、めまいを起こしているとかですね、頭痛、胸痛、腹痛といろいろあるわけです。ですが、たくさんありますけれども、こういう症状があるということは、必ず原因があるわけですよね。でその原因が何かっていうことを考えていけばいいわけですけれども、こういう症状があるということは、おそらくこういう病気なんじゃないのというふうに考えることができるわけです。何らかの症状がある、これ間違いないわけですね。何らかの症状があると、そうすると、医療従事者は何らかの病気を疑うと、そうするとその疾患で矛盾しない所見を探していけばいいわけです。例えばですね、心筋梗塞を疑うような症状があったとします。心筋梗塞を疑う症状というものは非常に多彩なんですね。共通は当然ですよね。共通は当然ですが、肩が痛いとかっていうのは、よくある話ですよね。右の肩が痛い、左の肩が痛い、両肩が痛いと、あるいはもう喉が痛いとかね、奥歯が痛いとか首が痛いとか、いろいろ言ってくるわけです。背中が痛い、腰が痛いと、いろいろ言ってきますし、場合によっては痛みがはっきりしないということもありますので、本当心筋梗塞って難しいなという気がしますが、心筋梗塞云々に関しては細かい話はですね、洞察力で言うと201ページに書いてありますが、おいおいですね、また講義の方をしていきたいと思いますけれども、結局この患者さんってもしかすると心筋梗塞なんじゃんというふうに現場の人間が考えることができるかどうかが重要なんですね。この患者さんって心筋梗塞なんじゃんというふうに考えれば、じゃあ心筋梗塞って一体どういう症状が出るんだろうということを知っておけばいいわけです。こちらのですね、201ページをですね、ちょっと見ていきたいと思いますが、例えばですね、201ページを少しこう見てみると、例えばですね、この主訴のところにですね、共通があってもおかしくないよと患者さんに確認してみればいいわけです。いろいろ症状があって、ここの本に書いてあることをですね、全部覚えるのは無理ですよね。これ僕自分で書いてたなんですけれども、当然ですね、全部覚えてるわけじゃないわけです。ですから、僕もこう実際に仕事するときに、この本ですね、ポケットに入れてます。で、ポケットに入れておいてですね、結構ですね、こう書き込んじゃったりしてですね、それで自分なりにこうバージョンアップさせているんですが、これを見てですね、なんか患者さん、この患者さんが、あれ、なんか心筋梗塞っぽいなという場合には、心筋梗塞の場合には胸痛があってもおかしくない、心管部痛があってもおかしくない、あるいは発症様式は突然、合ってるのと、高齢者や糖尿病女性では痛みが非典型的な場合があると、あ、なるほど、そんなこともあるのか、でも今回は症状が強いな、そしてですね、実際にどういう症状があるのかと、例えば、苦悶表情、確かにあるなと、冷や汗、確かにあるなと、放散痛、確かにあるなと、今回はこの辺にしておきますけれども、この患者さんはこういう病気なんじゃないかっていうふうに思った場合に、実際に診断するというのは難しいわけですが、
疑うことができれば、どういうところを確認して、どういう情報を医師が知りたいのかっていうことを、まあ、知りたがってるわけですね。例えば、心不全の患者さんは尿量が低下するっていうのは、まあ、わかりますよね。じゃあ、肺炎の場合はどうでしょうかね。肺炎もですね、まあ実は脱水傾向に傾きますので、尿量が低下してくる可能性があります。ですから、患者さんは、まあ、肺炎っぽいですよと、そして、なおかつ脱水の症状もありますよというふうに伝えると、もしかすると我々看護師は、肺炎と脱水って別の病気なんじゃんというふうに思うかもしれませんが、まあ、この辺に書いてありますが、肺炎の患者さんは脱水の症状もきちんと見てくださいというふうに書いてあります。医師からするとですね、患者さんは肺炎っぽいのか、脱水もあるのか、それ結構重症だなというふうに考えることができると。ですから、この患者さんはこういう病気だろうなっていうふうに考えた場合に、もう確認しなければいけないことっていうのはですね、決まっているので、もちろん例外はありますよ。例外はありますが、基本的にこういう時にはこうするということが決まっていますので、それらに関しては、まあ、僕らはですね、オリジナリティを発揮する必要はないんです。まあ、もちろん将来的には自分なりの看護っていうものを展開してもいいと思いますが、とりあえずは真似をすると。もう世の中で決められていることを粛々淡々とやっていきましょうということなんですね。そうすると、これこれこういう症状があるので、多分こういう病気だと思うということを現場の人間が伝えることができるかどうか、現場の人間がどう思っているのかということが重要なんですね。まあこれもですね、当然最終的には間違っても構わないわけです。まあ僕のですね、例で言うと、ある患者さんがですね、ちょっと呼吸困難がありまして、意識状態も少し悪いと。こう、体を見てみたらばですね、末梢霊感があって、で、胸部のところにですね、冷や汗、霊感があってですね、それで、状況からしてですね、ある手術の後だったので、僕はですね、肺血栓塞栓症じゃないかというふうに思ったわけです。この患者さんは、肺血栓塞栓症の可能性があるのと。ただ、左の足がむくんでるというわけでもないし、ちょっと合わないところもありますけど、肺血栓塞栓症なんじゃないかというふうに、担当医師に報告をした。でそうすると、担当医師はですね、その可能性もあるけれども、普通に心筋梗塞の可能性もあるよねというふうに話をして、確かにそうだなというふうに考えて、結果は心筋梗塞でした。ですが、僕は医師からですね、いや、葵君、さっき報告もらったけど、心筋梗塞、肺血栓塞栓症って間違えたよね、困るよなんていうことは言われません。ありがとうで、その終了ですよ。結果的には、肺血栓塞栓症と心筋梗塞は、これは間違えてもいいわけです、僕らは。まずは報告の時点ではね。ですので、間違えてもいいわけですが、ただ、この患者さんは、症候診断で言うと、重篤でも緊急性も、有病率も治療可能性も全部高いと。ですから、この患者さんは、最終的にどういう病気かわからないけども、とにかく急いで伝えなければいけないと。これこれこういう症状があってまずいと思いますよということが伝えられれば、それで十分ということなんですね。では、症状を見ました。病気を考えました。類推するわけですね。この患者さんはこういう病気なんじゃないかというふうに類推しました。では、どうやって報告したらいいんですかね。これは前回お話をした、どういう人がどうしたということを、粛々と伝えればいいということですね。物事には型がありますので、この型をですね、覚えておけばいいと。看護師がですね、伝えたいことを伝えるのではなくて、医師が知りたいことを報告するというスタンスが重要になってきます。そして医師が知りたいのは、どういう症状があるかということではなくて、その症状の原因は結局何かということを、医師は知りたがっているということですね。ではですね、本日の出直し語録です。見た目の症状を伝えるのではなく、その症状の原因は何かを伝える。その意識がアセスメントスキルを磨くということですね。ではですね、次回は意識の評価の話をしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。